この問題は大手旅行会社の日本旅行が去年7月から今年4月にかけて全国旅行支援の愛知県版いいじゃん愛知旅キャンペーンの書類審査の請負い業務で勤務実態のない163人分の人件費合わせておよそ530万円を不正に請求していたものですこの問題を受け観光庁の和田光一長官は昨日課題請求は断じてあってはならないことで大変遺憾と話し 日本旅行に対して、再発防止策を検討するよう指示したことを明らかにしました。